はい、初心者の初心者の初心者です。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日ねリュックもうどうなるかと思ったんですけど、一応完成はいたしました。はい、で本日なんですけれども、いよいよね、棒針編みと、もう棒針編みで何か一個ものを作ってみようじゃないかと。で、何を作ろうかってすごく悩んだんですよ。で、いきなりね、いや、マフラーだ、ティペットだとかね、いろいろ思ってたんですね、帽子だとか。ただ、そこまでもいけないぐらい初心者じゃねっていう話で、その通りっていう感じで、ただちょっとした、本当に小さいものしか作れないだろうなと。まあ、あんまりね、欲を出して大きなものを作ってもきっと私のことだから、くじけるだろうと。本日あれを作ろう、ヘアバンドを作ろう。ヘアバンドっていうヘアターバンっていうんですか、そういうのを作ろうかなと思います。かぎ針と棒針編みだとね、編み目が違うので、また雰囲気がね、いつも自分が作ってるものとは違うものができるんだろうなということで、まあやっていきましょうと。で、まあ編み図、最近ですね、ちょっととある本を読みまして、びっくりしたというか、ほほうと思ったのが、日本の編み図、まあ日本のね、表目と裏目って、縦が表目で裏が裏目、裏編みしようっていう記号なんですけど、日本だと、まあ、例えば、ガーター編み、ガーター編みって表目が1段編んだら、次は裏、こういう編み図になると思うんですけど、そうすると、この指示としては一番最初表編みして、次くるっと裏返した時に、表から見て裏になるようにって言って、すべての工程が実は表編みじゃないですか。編み方としては。ただこれ表側から見て、これ表から見てなんですよ。表面から見ての編み図。日本ってこういう表記らしいんですね。これを見た時に私たちは、あ、ガーター編みだなってなって、あ、ガーター編みだから、ここ表で表編みしたら、くるっとひっくり返してもまた表編みで、前から見たら、表面から見たら裏編みに見えるように編むんだなっていうふうに頭の中で変換してるんですけど、どこだっけ、どこの国、ドイツかな、ドイツ式の表記だと、なんとガーター編みの表記は全部表目だそうです。だから実際に編む編み方は、まあ確かに表ですよね。どっちを、まあ、裏面見てても表面見てても編み方自体は全部表なので、自分が実際にね、実際に編む、ちょっと感じ違う気がする、まあいいや実際に編む編み図が書かれているのがドイツ式だそうです。面白いですよね。ここ近日本とかはこういう編み図、まあただそれだけなんですけど、私的には、初心者的にはこっちの方がありがたいですよね。こう一応頭の中で、あ、ガーター編みだから次の2段目も裏面を見ながら表目だなとかって変更しなくて、頭の中で変換しなくても、ドイツ式はもうすでに、はい、2段目もはい表、はい、3段目も表編みすればいいのねっていう風な表記になってるそうです。へーって感じで。まあ、というわけで、こういうプチ知識でございました。で、一応ターバンを作ろうと思うんですけど、私やってみたいなって編み図が、まあ、アラン模様とかね、縄編みとかいろいろあるんですけど、そんな初心者の私にはまだまだ荷が重いので、一応やってみたいなと思ってるのが、一番最初は全部、まあ、作り目をして、まあ、ちょっと端っこはね、両方とも、表にしたいんですけれど、間ですね、表裏を交互に編んでいきまして、で次の段に行ったらまたそれを逆にする、でまた次の段に行ったらまた逆にするっていう、こう
これ鹿の子編みってやつらしいんですが、これを1目ずつやるのか2目ずつやるのか3目ずつやるのかとかでいろいろね、また編み図の表情が変わってくるらしいので、これでちょっとヘアバンド、ヘアターバンを作っていきたいなと思います。いやもうできんのか私にって感じ。ただ、今回どうしようかな、2目ずつにしようかな。多分ね、1目ずつにするとわけわから、私のことだからわけわかめになる気がするので、じゃあ2目ずつにしようかな。2目ずつの鹿の子編みということで、端っこまず表目2個きます。で次裏目が2個きます。こういう状態で来て、両端は必ず表目にしたい。真ん中のこの4ブロックですね、ここと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 、ここの4ブロックがそれぞれ変わってくるっていう形にして、それをこう頭の長さまで編んでいこうかなと思います。まずはそこで、あとはターバンなので頭の長さまで来たら、ちょっとねねじるか、それともリボン状にするかとかもまあ考えなきゃいけないんですけれど、輪っかにつなげて輪っかにして、うんにゃらあんにゃら、ちょっとね輪編みも考えたんですけれど、輪編みに行く前にまずは普通に編めるようになっとこうかなと思いまして、で行ってみようかなと思います。でこれだと何本、目数的には14目作っていこうかなと思います。で散々ねお正月に作り目を練習したんですけど、ちょっとねコメントをいただいて、あ忘れて、そういえばこういうのもあったなというのがありましたので、かぎ針編みで直接この棒針に編みつけていくという作り目の方法があります。まあ確かにかぎ針やる人だったらこっちの方が納得しやすいかもしれない。まず普通にかぎ針編みスタートの状態にして、針を棒針編み、編みつけたい棒針をこう上に置きます。でこのまま編みくるんで引き抜いて、はい、鎖編み、要するに鎖編みの中に棒針を入れていくという感じですかね。はい、糸を後ろに通して、後ろに回して、そのまま針で前から取っていく、はい、前から取っていく。ただこれだけです。これで1、2、3、4、5、ただただこれだけなんですけど、よいしょ、まあいろいろ作り目の特徴というのもあるらしく、これは伸縮性がある作り目とか、これはこうこれを編むのにちょうどいい作り目とか、なんかいろいろあるらしいので、それその時その時にね、どれがいいかな、これが作りやすいからこれにしようかなで全然いいと思います。そんなね私もきっちりし、私はきっちりしてないので、そこをきっちりしなきゃダメよって言われたら、多分ね編み物楽しくなくなっちゃうので、楽しいように編もうかなと思っております。2、4、6、8、13、はい、で14ですね。14目はこの針にかかってる糸そのまんま棒針の方に移しちゃって、これでいいんだよね。2の倍数、はい、2の倍数で、ここから編み始めましょうと。で、よいしょ、まず表目から2目表編みをします。よ、はい、表編みで、次裏ですね、裏編み、裏編み、表、
表。で、裏見。裏見。よ。よ。いちょ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 。よいしょ。はい、表。はい、表。裏。裏。で、表。で、表と。はい。で、次。よいしょ。で、両端は表目から見たら、表面から見たら両端はずっと、表編みでいてほしいので、裏側を見ながらだったらっていう、そういうね、ことを考えなきゃいけないのが日本の編み図ということで。はい。で、裏編みから。はい。裏を2回。で、次も、裏を2回ですね。ここで、はい、かのこ編みとして、下の目と逆の編み方をしなきゃいけないと。で、次。前の段が裏編みだったら、その段、次の段は表編み。はっきり模様がわからない気がするなぁ。って感じですね。もう一回やっていい？ちょっと縦の長さ変えてみるか。これはこれでいいんですけど、この、なんて言うんでしょう。ちょっと縦長にしてみようかな。で、ここからちょっとこう、ここを5段にして、この一つのね、裏目なら裏目、表目ってこの形を5段にして、また次変わってまた5段、こうしようか。よしよし。じゃあ14段ということは変えないで、これを5段編みます。同じように。で、次ここからちょっと編み方を真逆にしたものをまた5段、これでいってみよう。はい、これで5段まで編みましたので、じゃあ次から両端は普通に、表から見て表目で合ってほしいので、はい。とりあえず裏から今見て編むので、裏目を2つ。で、次なんですけど、そのまんま、次の2目も裏編みをします。で、次、裏編みだったところは表編み。っていうふうに、こう、真逆の編み方に変えていきます。うん。ま、こんな感じにしてみますか。じゃ、とりあえず本日何か目新しいことをやったかって言ったら、これですね。針に、かぎ針使って直接棒針に、こう目を作っていくという超簡単なやり方をやりました。で、これは本当にシンプルなものを編むときに使えばいいんじゃないかなという感じで、これをちょっと自分の頭の長さまで編んでいきたいかなと思います。で、そこからどうするか考えましょう。もしかしたら縁をね、かぎ針かなんか使うかもしれないし、まあ、ぼちぼちですね、やっていこうと思います。はい。じゃあまた明日も、
明日何しようかな。ちょっとこれいきなり明日はいできましたにはならない気がするので、またね他のこともやっていこうと思います。それではまた明日。じゃあ。